クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんは、臼井義人の同名の漫画作品を原作とし、1992年4月13日から、テレビ朝日系列で放送されている、テレビアニメである。1992年4月13日の放送開始時点では、月曜19時から放送されており、この当時のテレビ欄では、アニメ、嵐を呼ぶ園児クレヨンしんちゃんと表記されていた。その後、何度か放送時間帯が変わり、2019年10月5日の枠移動に伴い、2021年1月時点では、土曜日の16時30分17時の放送枠で放送されている。本作品を制作しているスタッフはもともと、エスパーマビ、チンプイ、21エモンといった藤子、F、不二雄原作のアニメの制作チームであった。21エモン終了後、今まで藤子アニメを制作していた新鋭動画の放送枠が木曜19時30分枠から月曜19時枠に移動した。当初は21エモンの後番組も藤子アニメが制作される予定だったが、当時テレビ東京が月曜19時に小学館の観光漫画を原作とした炎の投球児どっち団体らを放送していた。藤子、F、不二雄の作品の多くは、小学館から発行されており、放送枠の裏表が同一出版社の漫画原作のアニメをぶつけるのは難しいという判断から、藤子アニメ以外の作品を放送することになった。その後1991年末に行われた朝日通信社のラジオテレビ企画部の会議にて、当時朝日通信社のプロデューサーだった堀内孝が青年誌でやっているクレヨンしんちゃんという漫画が面白くなるような気がすると発言したのがきっかけで朝日通信社がクレヨンしんちゃんのアニメ化を企画。それをテレビ朝日編成局編成部長の高橋宏と新鋭動画に持ち込み1992年1月13日にテレビアニメ化が決定した。本来は別に存在した本命の企画を引き立てるためのかませ犬としての企画であった。2021年現在、字幕放送を実施。放送枠が土曜夜に移動した直後の2002年5月25日放送部により、セルガでの制作からデジタルによる制作へ移行した。ドラえもんとほぼ同時期の2005年4月22日より、ハイビジョン制作を開始し、アナログ放送では2010年6月11日まで14.9 サイズで、同年7月2日から16.9 サイズでの放送となっている。2013年10月18日放送部により、連動データ放送、2017年4月14日から2018年6月29日放送分、同年8月3日放送部により、解説放送を実施。2009年9月11日、原作者の臼井義人が不慮の死を遂げ、原作漫画は未完のまま絶筆作品となったが、同年9月29日にテレビ朝日の社長早川洋は記者会見で継続の方向で話を進めていると語り、放送は継続となった。臼井死亡確認後初の放送となった2009年10月16日放送分では、冒頭にお悔やみの言葉を添えて放送された。初代監督の本郷満は当初、ガラス戸は透明ではなく、水色にするなど、わざと凝っていない施しにしていた。三代目監督の武藤雄二はインタビューにて、野原家は自分の家族に置き換えることができると発言し、好きなエピソードとして、当時、監督ではなく絵コンテ、演出として参加した野原家の爆発回を挙げている。また、ずれそうに引っ越しを決定した理由は、広志とミサイの新婚当時のアパートと似ているという設定。ミサイが何度もあなたと呼ぶカット。またずれそうは、部屋の間取りは武藤が新婚の時に住んでいた部屋の間取りそのままであるなど、自身の経験を多く取り入れている。キャラクターの色は、2013年1月18日放送分までは、鮮やかかつ濃い色で塗られていたが、同年1月25日放送分からは少し落ち着いた色で表現されるようになったため、雰囲気が少し変わった。2019年10月5日から土曜日の16時30分17時の放送へ枠移動した。そのため、同年9月13日の放送をもって、金曜19時半での放送を終えた。この回の終盤では、前週のドラえもんと同様に、次回から土曜日だぞと題した短編エピソードの形式で放送時間の移動を改めて発表した。2020年4月3日からは BS 朝日でも放送を開始し、2019年9月までの地上波放送枠と同様に金曜19時半より放送されている。2020年4月12日、野原ひろし役を放送開始から2016年までの24年間担当した。藤原啓治が死去。これを受けて、同年4月17日の BS 朝日での放送では、冒頭に追悼テロップを表示。テレビ朝日の4月18日の放送では、番組の最後に野原ひろしの映像とともに追悼テロップが流れ、藤原が生前に演じた声も放送された。また、同時期には、新型コロナウイルスが双葉幼稚園を訪れる、幼稚園に来た地獄のセールスレディだぞという回の場合、シナリオでは終盤に、新之助が、売り物のドローンのリモコンを持って、売り缶から逃げていた。一方、絵コンテでは新之助が自分をドローンに引っ掛けて、飛び回る様子が描かれおり、絵コンテを見た金井によって、採用に至った。本作は、下ネタで知られているが、長年番組に携わってきた武藤雄二は面白ければ何でも良いというわけではなく、可愛げのあるように演出するようにしていると、テレ朝ポストとのインタビューの中で語っている。例えば、2020年1月11日放送、おパンツストーリーだぞでは、物を大切にするというテーマで、新之助が古くなったお気に入りのパンツを捨てようとする、ミサエから逃れるために、そのパンツを履いたまま外に出るという内容となっている。また、同回では、新之助の局部を正雄の手で隠すという、コンプライアンスを逆手に取ったギャグが取り入れられた一方、おならで、パンツが破れてしまった新之助を正雄と、風間くんが家まで送り返すといった場面も取り入れられた。本作で放送される物語の中には、メインストーリーとは異なる特別編も存在する。例えば2021年3月6日より4週にわたって放送されたおバカ初めて物語では原始時代を舞台とした野原一家が描かれており、これまでの特別編との違いを出すため登場人物のセリフに頼らないという方針が取られた。また野性味を出したデザインや色設計に加え美術担当者のアイデアで背景も切り絵風のものが使われた。2018年6月1日、テレビ朝日は1992年4月13日の番組放送開始から26年3ヶ月と主人公野原しんのすけ役を演じてきた矢島亜希子が同年6月29日の放送をもって降板することを発表した。本人から降板の申し出があり、番組の制作スタッフと協議を重ねた上で決定。理由も含め矢島は次の通りコメントを寄せた。27年間、春、ガベの嵐を呼ぶ5歳児と一緒に過ごしてまいりましたが、この度、野原家から離れることにいたしました。理由は、新之助の声を保ち続けることが難しくなったためです。キャラクターの声を作る作業に意識が集中し、役としての自然な表現ができにくくなってしまったためです。長い間、皆様に親しんでいただき、本当に感謝しております。新之助というキャラクターとは離れますが、声の仕事には関わっていきます。また別の機会に、他のキャラクターでの私の演技を受け取っていただけましたら幸いです。27年間、ありがとうございました。矢島亜希子同年6月14日、後任が小林由美子に決定したことを発表した。小林は次の通りコメントを寄せた。この度僭越ながら、野原しんのすけ役をやらせていただくことになりました。小林由美子と申します。今回このような大役を仰せつかり光栄とともに、責任の重さを痛感する毎日です。今、第1話から、クレヨンしんちゃんを見直し勉強させていただいている中、この凡人ではとても思いつかないしんちゃん像を作り上げた矢島さんに、改めて畏怖と尊敬の念でいっぱいです。力不足な部分は多々ありますが、お任せください。と胸を張って言うことが、並々ならぬ思いで、27年という、長い間大切に育てていらした、しんちゃんを後に託すご決断をなさった、矢島さんとスタッフの皆様、そしてずっと応援してくださっているファンの皆様への礼儀だと思っております。そのためにも、矢島さんのしんちゃん魂をしっかり学び、1年でも早く皆様に慣れ親しんでいただけるしんちゃんになれるよう、日々精進していきたいと思います。今後とも何卒よろしくお願いいたします。小林由美子小林は、同年7月6日、放送部により出演した。放送開始時の1992年から、現在も務めているスタッフは、キャラクターデザインの小川博、音楽の荒川俊之、音響監督の大熊明、美術設定の河合健、動画検査の小原健二、脚本の中、ひろこ、絵コンテ、演出の佐々木博之、横山博之、鴫野明、作画監督の原克則、高倉義彦、林静香、木村陽子、間田益男、入江康則、樋口前方、音響効果の松田明彦、脚本進行の金井博である。エンディングテーマは短縮される時期があり、監督が原敬一の末期から見られる。また、この項で述べたように、土曜日に放送されていた頃は、ボボボーボボーボボと、ステブレレスで接続していたためエンディングテーマがなかった。2006年1月6日放送回からミニコーナーを導入したことに伴い、現在は専用の ED は廃止されている。それまでエンディングで表示されていた、キャストスタッフのクレジットもミニコーナーで流していたが、上記の通り2013年8月9日、放送回以降は、ほとんどのスタッフクレジットがオープニングに集約されている。2014年以降は、君に 100% がエンディングテーマで放送されることがある。映画公開時期の前後では、劇場版主題歌がエンディングとして流れる。2005年以前は、通常のエンディングテーマを映画主題歌に差し替えた。2012年から2020年の途中までは、通常のオープニングがカットしてオープニング、またはエンディングに映画主題歌を放送した。2020年の途中からはオープニングも通常放送し、映画主題歌をエンディングとして放送している。また、CS の再放送版及び DVD 版ではこれらは放送されず、同時期に使用されていたオープニングエンディングに差し替えられる。映像は基本的に映画のダイジェストが使われているが、それに加えて、新規にアニメーションが作られている年もある。2代目と5代目を除いて BGM は共通。話によっては省略される場合もある。以下のアイキャッチのほか、スペシャル版や長編の一部、20周年アニバーサリー期間等では、特別仕様のアイキャッチが使用されている。地上波放送版では、2012年以降はほとんど使用されなくなり、2015年以降は、完全に使用されなくなった。放送枠が移動した2019年10月5日、放送分からは新しいアイキャッチで復活した。原則的にサブタイトルはゾの形式で、しんのすけがタイトルコールを行い、BGM は放送開始から一貫して同じものを使用している。タイトルフォントは初期は専用の手書き用なものだったが、1995年11月頃からは、現在の活字に変更された。859話のみ、丸ゴシックが使われていた。従来のサブタイトル画面は、キャラクターは登場せず、背景のみだったが、第937話からキャラクターが登場する、新しいサブタイトル画面に変更され、以下のパターンからどれかが使用される形となった。画面左下で、しんのすけが指で、秒読みの合図を送る。しんのすけ、白、ひまわりが、ケツだけ保身人を行いそのうちの一人が顔を見せる、サブタイトルの周りで、ミサエがしんのすけを追いかけている、横を向いた春日部防衛隊が一人ずつ登場し、しんのすけが、風間くんの耳に息を吹きかける2020年4月より、全局で字幕放送を実施。系列は、現在の系列。和テレビ朝日系新局開局や、ネットチェンジにより終了したつぼね。本番組は改編に伴う時間変動が多く、本番組の移動でアニメ枠が再開、または終了することも多い。前述の通り、24分枠や28分枠で放送されていた時もあれば、現在のように30分枠の時期もあり、放送時間の長さの違いによって、放送1回分の話の本数が3本や2本と変動している。放送開始から2019年9月までは、ゴールデンタイムで放送されていた、都合上、改編期には、特番が組まれ3から4週間ほど休止になることが多く、2000年代以降は、改編期以外でもスポーツ中継によって、たびたび休止になることもあった。2019年10月の放送枠移動後は、緊急特番や年末年始、ドラえもん誕生日 SP を除き、めったに休止していない。また、2002年から2004年までの3年間は、傑作選として、春休み期間の3月に平日午前の再放送枠の11時30分にて放送され、2010年2011年の夏休みは夏休みアニメ祭りとして前枠ドラえもんとのコンプレックスで放送され、その後半枠として扱われたことがあった。また、傑作選については、もともと2002年の回については、クレシン放送開始10周年を記念してのもので、あったが好評のため、2004年まで毎年放送が行われた。放送話は3年間すべてひまわりが登場した直後のものであったが、オープニングは3年間一貫して本放送と異なるダメダメの歌、エンディングは一部歌詞がカットされた上で、ママとのお約束条項が使われた。2019年の枠変更後は、新作2本、もしくは1本と再放送1本、もしくは2本という編成になっている。再放送では、サブタイトル画面は2017年7月以降、使われているものに差し替えられており、一部のキャラの声は新たにアフレコし直したものを放送している。編成の都合上、基本的に2009年以降の作品が放送される。ノーカットで放送されることもあるが、基本的に一部のシーンがカットされている。新型コロナウイルス感染症流行の影響で制作作業が見合わせとなったことにより、2020年4月25日から6月6日の6回にわたって傑作選 SP が放送されたが、キャラの声の差し替えを行わず、本編が放送当時のまま放送された。傑作選 SP2 では、1993年2000年の放送分が本編ノーカットで再放送された。ハイビジョン制作以前のものであったため、画面比を現在の16:9に合わせるため、ヒロシのパターンが描かれた帯が画面左右に表示されていた。5月16日は通常放送であり、再放送分は新之助役が小林由美子に変わった後の放送分が使われた。6月1日よりアフレコが再開されたことに伴い、6月6日の放送分で、傑作選 SP は終了し、通常放送に戻った。本作では、6月放送分以降は、キャラクターの服装が夏服に変わるが、上記の影響により7月11日放送分まで、冬服を着ていた。テレビ版については、VHS と DVD で、クレヨンしんちゃん TV 版傑作選第1シリーズの名称で、バンダイビジュアルより販売されている。傑作選と銘打っているが実際にはほぼすべてのエピソードが収録されていて、主に規制局が使用された一部のエピソードが、権利上の問題から未収録となっている。第1期シリーズは当初 VHS のみでのリリースであったが、2012年に放映開始20周年を記念して、1年目シリーズの名称で DVD 化されている。VHS 第3期シリーズ以降が、DVD 化される際は DVD 第1期シリーズとして VHS 同様のナンバリングとなっている。また、2011年に1992年度の放送回を収録したメモリアルボックスが限定発売されている。テレビ版では上記シリーズの他にテレビのスペシャル回などで放送されたエピソードをまとめたクレヨンしんちゃんスペシャルシリーズも販売されている。TV 版傑作選とスペシャルでエピソードの重複収録はない。ひまわり誕生エピソードはスペシャル回放送であったが、前後の通常回との整合性もあり、TV 版傑作選に収録されている。このほか、2011年には TV 版傑作選とスペシャルの中から塩沢兼人が演じたブリザエモンが登場する話をすべて収録したクレヨンしんちゃんブリザエモンほぼコンプリート。2012年には視聴者投票で選ばれた話をテーマ別に収録した TV アニメ20周年記念クレヨンしんちゃんみんなで選ぶ名作エピソードが発売。2014年以降はその年の劇場版で活躍したキャラクターもしくはテーマにちなんだ話を選んだクレヨンしんちゃんキットベストが毎年発売されている。テレビ版のシーズン区切りを以下に示す。配給は一貫して東宝が行っており、一作目アクション仮面 vs ハイグレ魔王を公開するにあたって、東宝、東映、松竹の3社からオファーがあり、ドラえもんでの実績があるという理由で東宝に決定したものである。第1作目と第29作目は夏休みに公開され、第28作目を除く、第2作目は東宝邦画系としてゴールデンウィーク前に公開され、第5作目から第26作目は、劇場版名探偵、コナンと公開日が同一である。内容は主に、野原家の面々や春日部防衛隊が、悪の組織、もしくはそれに準ずる、悪人たちと敵対するというものが多い。初期の3作品及び、第28作目は、臼井の原作漫画を原案としているが、第4作目以降は、第28作目を除き映画オリジナルストーリーとなっている。初期の3作品のタイトルは臼井が直々に命名した。TV アニメシリーズが比較的日常生活の一端を描いているのに対して映画ではタイムトラベルのような非現実的な展開を制限しない傾向がある。邦画アニメではドラえもん、それいけ、アンパンマンに次ぐ長寿映画シリーズであり、1年もブランクがなく1年に1本のペースで世に送り出し続けて公開している映画としては最長寿である。制作スケジュールが他の映画作品と比べて非常に短く、初期の作品では脚本と並行して絵コンテから作業を始めていた。第13作、伝説を呼ぶブリブリ3分ポッキリ大進撃以降の作品では複数の脚本家と絵コンテマンが参加している。監督は長年、連続で2年以上担当して交代という方式が取られていたが、2013年から2019年までは橋本翔和と高橋渉が1年おきに交代で監督を担当するようになっていた。オープニングアニメーションは第1作アクション仮面 vs ハイグレ魔王のみアニメ版同様のものを使用していたが、第2作ブリブリ王国の秘宝以降はクレイアニメーターの石田拓也が年度アニメを制作している。第28作、激突。落書キングダムとほぼ4人の勇者では、年度アニメはエンディングに使用され、オープニングアニメーションは、本編と接続した専用の映像が使用されている。オープニング曲は上映される時期に、アニメ版で使用されているものが使用されている。なお、動物園は大変だ。夢のエンドはいつも目覚まし。ヘイベビーは、一切使用されていない。テレビ放送では2007年に放送されたクレヨンしんちゃん伝説を呼ぶ踊れ、アミーゴ以降オープニングエンディングと本編の一部シーンをカットして放送されるようになっていたが、2014年に放送されたクレヨンしんちゃん、バカ、馬、B 級グルメサバイバル以降は本編はノーカットで放送され、オープニングがカットされていた。2015年以降は2019年に放送されたクレヨンしんちゃん爆破館。カンフーボーイズからへしゃげ明太卵を除き、オープニングもノーカット、エンディングは2014年同様、短く編集して放送された。2015年から2018年までは、ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ。映画だ。3時間アニメ祭り内で放送されていた。第20作。嵐を呼ぶオラと宇宙のプリンセス以降は BD 版が発売されているが、それ以前の作品は未発売である。2009年には第10作嵐を呼ぶあっぱれ。戦国王合戦を原案とした山崎貴監督の実写映画、バラード名もなき恋の歌が公開された。第10作目、嵐を呼ぶあっぱれ。戦国王合戦は以下の賞を受賞した。海外でも単行本販売やアニメ版の放送、劇場版が公開されている。なお、主題歌は一部の国を除いてオープニングは、オラは人気者、エンディングはパリジョナ大作戦の吹き替え版が使用されている。韓国では、アニメはというタイトルである。1996年から2005年までビデオや DVD などで販売され、1999年6月からは声優を総入れ替えしたものを SBS で2007年1月まで放送し、現在はトゥーニバースやチャンプ TV などで放映されている。番組放送開始前にレーティングによる等級表示が行われ、SBS 版では7歳以上、トゥーニバース版は12歳以上視聴可としている。原作は当初韓国語アニメ版と同様のタイトルだったが、儒教主義勢力からの反発により、過去には単行本は19歳未満視聴不可となっていた。現在は別の出版社によりのタイトルで年齢制限なしで出版されている。そのような経緯もあり、アニメ版でも下品なシーンが削除もしくは変更に加え、日本語表記部分は消去もしくはハングルに書き換えられ、舞台は韓国のソウルに変更、登場人物は韓国人という設定等の大きな修正が行われた。新之助の名前は、では韓国語で、月出た額という意味。なお、2006年版の東京書籍発行の英語の教科書、ニューホライズン2年には、韓国版の日本のアニメが掲載され、当作品も対象となった。劇場版は、爆睡。夢見ワールド大突撃までは、基本的に日本での公開から約1年後の公開だったが、襲来。宇宙人シリリからは韓国での輸入や、配給会社が変わったためか、日本での公開から約3ヶ月後の公開となった。野原しんのすけ役の声優は、ビデオ版は1996年から1998年まで、イ・ヨンジュ、1999年から2001年まで、パク・ウンスクが担当しており、テレビ版と劇場公開版は、パク・ヨンナムが1999年から現在まで担当。2012年6月に健康上の理由で、パクヨンナムが一時的に降板したことに伴い2012年7月からは、チョンソネが担当したが、2013年からは、パクヨンナムが再び担当している。2016年からは、新影動画制作による、韓国限定の新規書き下ろしオープニングが放送されるようになった。2017年8月には、襲来。宇宙人シリリで監督を務めた橋本翔和が韓国語版劇場試写会の舞台挨拶のために来館し、現地の声優陣と共に登壇した。台湾では原作単行本とアニメは浪筆昇進というタイトルである台湾華語吹き替え版が放送されている。劇場版は新婚旅行ハリケーン失われた広島では基本的に日本での公開から約4ヶ月後の公開だ。激突。落書キングダムとほぼ4人の勇者からは、台湾と日本で同時公開され、劇場版のアニメ映画が海外と日本で同時公開されたのは初めて。中国でも原作単行本が発売され、タイトルは昇進で広東語吹き替え版も放送されている。しかし1997年に地元の企業数社がこの作品の絵柄や中国語名で商標登録を行ったため、2004年に双葉社が中国でキャラクター商品を売り出した際、商標登録の影響で海賊版として撤去された。フィリピンでは2002年から放映され、フィリピン語吹き替え版が無検閲で放送されている。しんのすけの声優は地元のラッパーであるアンドリュー・イーが務めている。マレーシアでは、原作単行本はディック・サーデスに改題されて発売されている。アニメは2002年から放映され、マレー語吹き替え版のアニメでは、しんのすけが増産をしているシーンがすべて削除されている。インドネシアでは、新之助そっくりとも評される風貌をしたインドネシア人の俳優、オニー・シャリアルが新之助の声優を務めている。アニメ版は2000年から放映され、映画のレーティングシステムの PG に相当する棒が指定され、原作単行本は15歳未満の購入を禁止している。テーマ曲として、動物園は大変だのインドネシア語バージョンが使用されている。インドでは2006年6月からハンガマ TV にてヒンディー語吹き替え版が放送されている。ボーちゃんは鈴木に変えられ、下品なシーンはカットされる時があった。主題歌はボリウッド映画の曲に変えられているが、現在はオラは人気者のヒンディー語バージョンになっている。2008年12月にインドの情報放送省が子供に悪影響を与えると考え、今後インド国内での放送を禁止する方針であると伝えていたが、現在は放送が再開されている。スペインではアニメはレオックインテルナショナルが2001年にライセンスを取得。同年にカタルーニャ語を皮切りにスペイン語、バスク語、ガリシア語、バレンシア語の吹き替え版が放送されている。日本語表記部分はナレーションで説明し、新之助や野原一家などの登場人物の名前や読みは日本と同じで、白以外は特に変更はない。2003年にはスペインのキャラクタービジネス雑誌ライソンシースオクトゥイヒーダットが関係者のアンケートから選定する最優秀エンターテインメントキャラクター賞2003に選ばれている。同年にはバルセロナで開かれた暗黒たまたま大追跡の試写会で当時監督を務めていた原敬一が舞台挨拶に訪問してインタビューを受けた。2004年以降、スペイン社会労働党に恥知らずで教育に良くないという指摘によって放送中止を要求され、一部地方は放送時間の変更、バレンシア地方では放送中止を余儀なくされたが、この年に原作単行本のプロモーションのために、バルセロナを訪問した原作者の臼井はスペインでの人気に感激し、バルセロナでのエピソードを執筆したいとの意向を示し、原作、アニメ版ともにそのストーリーが掲載、放送され、後にスペインでも放送された。2005年にはゲームボーイアドバンス用のゲームソフト、2007年と2008年に任天堂 DS。Wii 用ソフトのスペイン語版も発売されている。2011年秋には地元テレビ局主催で最もしんちゃんらしい家族の写真を撮る視聴者参加コンテストを開催。優勝した家族は賞品として日本への旅がプレゼントされ、優勝で実際に来日した一家は観光のほかオリジナルである日本版アフレコ現場の見学訪問等が行われた。イギリスとアイルランドではアメリカのレーシーエンターテイメント社がライセンスを取得し、同社とウィテロプロダクションズ社が制作した英語、吹き替え版のアニメが放送され、主題歌も独自で制作していた。2003年にこの2社とテレビ朝日とのライセンス契約が切れた後は、フズエンターテイメント社がキャストを一新してアニメを制作したが、2005年末に放送が終了している。主題歌は、現地の曲に変更されていることが多く、独自の BGM を使用している。また、ゾウさんをするシーンは削除されたり、モザイクがかけられている。アメリカでは、単行本は DC コミックス社から発売されている。アニメ版は2006年初め国町音が英語、吹き替え版のライセンスを取得、カートゥーンネットワークの深夜枠、アダルトスイムで、テスト欄として2006年8月に1ヶ月限定で放送された。また、本放送も2007年4月18日から8月まで放送された。テレビでの放送に加え、アダルトスイムのホームページでも一部の回がストリーミング配信されていた。レーティングは TV14。また、国町音より DVD も2007年5月より順次発売され、同社のホームページでも米国内限定で全シーズン計78話がストリーミング配信されている。これらにおけるレーティングは TBMA。映像は日本語のテロップが書かれているところが英語に書き換えられ、新之助がゾウさんをしている部分にモザイクがつく一部のセリフで放送禁止用語に使う P 音が付け加えられる等の修正がなされている。しんのすけの声優はローラ・ベイリーが担当。また、キャラクターの名前をアメリカ人の名前で、舞台もアメリカに変更されている。内容は市町村に合わせて制作されているため、現地の文化や社会情勢などに関する風刺が織り込まれたブラックジョークが多く含まれている。エピソードの順番は日本版に沿っていないため、同じシーズンでも制作手法や舞台設定がバラバラな場合がある。テレビ放送終了後も2011年春に国町王によりシーズン3の制作が開始され、現地の Hulu や Netflix で配信された。DVD は同年7月と9月末に2つのパートに分けて発売。このシーズンをもって、国町音による吹き替え版の制作は終了した。ハワイでは1992年から2001年まで英語字幕付きのアニメ版が放送されていた。ラテンアメリカやブラジルでは吹き替え版がアニマックスで平日に1日3、4回放送されている。当初は、新映動画社内でも力を入れていた作品ではなく、上層部からも半年持たせてくれと言われていたという。放送初回は 4.0% と低視聴率だったが、同年5月25日には 10% 超え、翌年の1月11日には 20% を超え、1993年7月12日には 28.2% と、歴代最高視聴率を記録し、同月4歳から12歳の個人視聴率が 67.6% に達した。1993年に制作された映画第1作、アクション仮面 VS ハイグレ魔王は 22.2 億円の興行収入を記録した。作品は急速に人気を獲得し、現在は国民的な人気を得ている。初期では視聴率が上昇するにつれて、子供を中心に人気を獲得し、しんのすけのギャグや口調を真似する子供が急増した。本作が社会現象となる一方で、番組内容が下品であるとの理由で子供に見せたくないという保護者もおり、2006年には青少年育成広島県民会議が当番組とめちゃにイケてる、爆笑問題のバク転、ロンドンハーツ、土曜ワイド劇場などのサスペンスドラマ、水10の放送自粛を求める要望書を在校局と在京キー局に提出した。2002年より月刊漫画タウンで臼井を担当していたライツ事業部クレヨンしんちゃん編集室室長の鈴木健介はオリコンとのインタビューの中で一時は編集部に抗議の電話が殺到することがあったと明かしつつも面白さや人気故に悪評が出たと受け止めていたと振り返っている。このアニメに対して否定的な見解が残る一方で、幼児の本音を表す国民的漫画などと評される場合もあり、教科書や子育て参考書への掲載、映画の評価も高まっている。アニメ監督の富野義行は、エンターテイメント作品として完成していると、高評価をしている。富野は、オーバーマン・キング・ゲーナーの制作中のインタビューにおいて、今回のライバルはクレヨンしんちゃんです。だから目標値はものすごく高いですと語っており、特に劇場版作品であるクレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ猛烈。大人帝国の逆襲に関しては、視聴者側がこのエンターテインメントの面白さを理解をできていないようではいけないと絶賛した。しんのすけ役の矢島亜希子が、自身の意向により降板すると発表した際、視聴者の間で後任者を予想するといった大きな反響が起きたものの、他のアニメのように後任の声優に対する拒絶反応はほとんど起きなかった。コラムニストの小荒井良は、ファンの前向きな反響について、降板の理由が矢島の意思によるものだったことと、後任者の小林由美子がデュエルマスターズをはじめとする、様々なジャンルのアニメに出演していたためアニメファンが小林の演じるしんのすけをイメージしやすかったことが前向きな反応につながったのではないかと満タンウェブに寄せたコラムの中で推測している。矢島が演じるしんのすけの最後の放送回である2018年6月29日の放送を前にインターネット上では矢島の演じる新之助を惜しむ声が多数上がった。小林が初めて新之助を演じる7月6日の放送では視聴者の間で賛否両論が寄せられ、ツイッターにおける日本国内のトレンドでは、しんちゃんの声が1位にランクインしたほか、全世界でのトレンドでは6位にランクインした。また、一部の視聴者は1992年に放送された第1回における矢島の演技が降板時点とは大きくかけ離れていたことについて触れ、小林の演じる新之助がそれに近いと述べている。以下の4作品は2016年8月3日から2017年8月23日まで Amazon プライムビデオで毎週水曜日に独占配信されていたウェブアニメ。本作としては初の連続ドラマ形式である。番組中の夏休みアイテムを見つけて、番組終了後の電話応募で両番組の関連グッズを抽選でプレゼントする夏休みアイテムを全10個見つけると、その応募者の通っている学校、幼稚園、保育園にドラえもんか新之助が訪れるという企画があった。1993年、東京 FM の当時の人気番組、赤坂安彦のミリオンナイツに新之助が出演している。また、2007年4月13日にも、同局、赤坂安彦が司会の別番組、ディアフレンズに出演した。2006年にも、新映動画の所在地である西東京市のコミュニティ FM 局 FM 西東京の番組にもアニメ15周年の宣伝で、新之助が出演した。2001年4月18日放送の TBS ラジオ、コサキンでは青に、白を除く野原一家がゲストとして登場した。パーソナリティの関根勤はファンで、野原ひろしのモノマネを持ちネタとして、たびたび披露していたこと、原作者の臼井貴人が、コサキンの筋金入り超ヘビーリスナーであること、嵐を呼ぶ猛烈。大人帝国の逆襲に、関根勤と小坂井一機がゲスト出演したことから実現したものである。なお、番組内では、ゲストトークのコーナーだけでなく、コサキンコント劇場において、野原家に家庭教師が来たという設定で、スペシャルコントが行われた。原作には、頻繁にコサキン番組内でよく使われる用語が引用されることがある。ありがとうございます。